ただいま、ということでね、京都のオフ会からオフ会遠足から帰ってきたあっちゃんでした、でしたじゃわです。今日、買ってきたお弁当はキャメロン京都五香町レストランキャメロンの、これは何やったかな、キャメロンのこれなんかカルビかなんかのダブル焼き肉、こっち牛しぐれとカルビの弁当と牛ももの、しぐれとのダブル弁当、これ各1100円と消費税です。両方で1100円の消費税、1200円の、両方で2376円、1100なんぼです。はい、でこれは子供用ね。であっちゃんは京都といえばはい、これ2種類違うから好きな選び、古市庵の下がカルビ上が桃、ハモ寿司と巻き寿司、巻き寿司じゃねえけど、これ何やろ、高菜の太巻きになってね、いつも海苔巻きやねんけど、京都のねおじいちゃんとこ行ったら、ロースじゃない、ももとカルビ、それからももとカルビ1個ずつ交換してもいいし、おじいちゃんとこ行ったらね、ハモ寿司と巻き寿司がいつも出てくるんだけどね、それがねいつも京都行ったら懐かしいんだけど、最近もおじいちゃんの話がいかになったし、なかなか食べられへんし、京都行った時はそれ買いたいなと思ってて、で売ってて、でこれがね800860円と消費税だったと思うね、確か。で買ってきました。もういいよ、食べよ。あ、お箸、はい、そらそうだ、はい、ということで食べましょう。いただきます。さあ、バッテリーがいけてんのかな、バッテリーを、おらへんね、ごめんね、くしょくしゃなってるな、どうせ行ってきた、行ってないの、はい、ということで、あーちゃんハム寿司いただきます。はい、よいしょ、よーっとね、帰ってきてバッグこい置いてペッて座っただけなんで、よいしょ、ソースタレないの、ついてないよ、味ついてない、嘘、あれ行く、そのトリュフ塩でも行っとく、トリュフ塩そこなかった、今日おらへんだから分からへん、下下ろした、ここにあんねんて、あ、これだ、落ちてるわ、よいしょ、ではあっちゃんはハム寿司を、お寿司食べる、いただきます。これ、ね、京都でお寿司といえばね、刃物お寿司、押し寿司やね、これが好きでさ、いただきます。あまりよっぱいな、おいしい、おいしい、今回ね京都に行って
京都らしいとこは行ってないんだけど、もっとね11時に行って11時に着いてからみんな合流してで京都駅で別れた人もいて、兄だけ来てくれた人がいてね、で話してで鉄泊行こう、みんな どこ行こうって話になって、超忍者やったら京都で繰り出して京都の町繰り出してもいいしって話したんだけど、人も多いし鉄泊行きたい、みんな行ったことないし行こうってなって行ったんね。ならまあ楽しくってまだ時間足らん、もっとおってもよかったぐらい、でももうギリギリまでおって閉館ギリギリまでおって帰ってきてんけど、楽しかったよ。でそこ一緒やで、シグレンとこは。でもう京都駅帰ってきて、京都駅でお弁当買って寝返しとったら帰る時間になってしまって、いや楽しかった。今度はもっと早く出て京都一日満喫したいな。もっとね予習していく、なんかもっと京都が詳しい人が来てくれてガイドしてくれたら嬉しいんだけど。卵食べへんの？絶対甘い。食べ、甘いって。食べてみ。お寿司食べる？こっちはハモ、こっちは巻き寿司。ハモはな、マグナギみたいなやつや。甘い、ちょっと甘いで。おいしいやろ。巻きも行く？巻き寿司。ねえ、まあいろいろ入ってね。かんぴょうとか、卵とか、いらん？え？ね？お茶。お茶？いたの？お茶？食べる？浜寿司。浜寿司の巻き寿司。いらんの？回ってきた。こうやってね、シェアして食べるのが楽しいよね。おいしいよ。なんか嬉しいよね、おいしいな。甘いやろ。そう。京都のお寿司や。京都でお寿司やったらそれが出てくる。こっちはロボット行くね。どう？食べとく？これお茶やね、昔な電車乗ったらこんなお茶が売ってくんね。昔50円やったけど今100円やったけどな、こんなボトルに入ってんね。ナイロン臭いなかったな、昔ナイロン臭かったけどな。懐かしいって工事するの。今がお土産あんねん、デザートがあんねん、デザート。
しい、美味しいですわ。ああ、足落としちゃったよ。うん、大きくなってきたらね、行きたがらないし、家どんのがいいのみたいで、帰って行っても自分のことをします。そりゃそうだけどさ、うん、楽しかったな。またみんなと会える日を楽しみに、またいつかもね、遠足しましょう。つける一番違いでしょ。寒いわ。奈良は寒いわ。外へ出ていくとき生足やのに、帰ってきて、家に帰ってきてから、あれじゃんな、あの、靴下はかんな、ストッキングはかんな。今日スロー持ってこなせたから。うん、唇がちょっと嫌でね。高菜の巻き寿司美味しいな。初めて食べるわこれは。今日は。Wi-Fi がポケット Wi-Fi のまんまだ。おうち Wi-Fi に切り替わってなかった。あれ？よいしょ。おうちに帰ってね、コメントが。あ、パソコン立ち上がったんか。ええわ。いやー楽しかったな今日はね。ちょっといい夢が見れそう。なんだこれ、なんだこれ、巻き寿司のヘタが入っとった。あ、味の得やん。噛むけん、あ、いいやん。寒い。特急食べ楽しいね。いいか？いいか？その加湿器そっち向けてくれへん？寒い。なあ。聞いてね。分かる？
何無理無理じゃあ大丈夫あ無理風邪ひくやん向こう向けてよ加湿器ふわーって上がって足に下がってくるなんかね湿度が低くて喉カスカスになったらしいなんか加湿器昨日からストップつけてんけどねこういった時に加湿器も出してうんうんハムイドシおいしいうん、うん、うん、溶かってきてるなごちそうさま、美味しかったうん。もういいわ、これ飲んどこいいわバラスが小さいんだなあ、飲みたいんかあ、やむらなあかんなうんうんゴミを小さくちゃうのねゴミ袋高いからさ、無駄のカツオ入れてカンピューお寿司の日みんなで一緒に古一番はいということで古一番のお寿司美味しかったですごちそうさまはいということでね今日あっちゃん京都を遠足行ってきてで京都で買ってきた、お弁当京都の、キャメロンっていうあのステーキハウスの牛弁当と、古一番っていうお寿司屋さんのお寿司の弁当、食べました、よかったよと思ってくれたら高評価応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。